こんにちは。今回、岸田総理が国債について、国債は政府の負債であり国民の借金ではないというふうに明言されました。しかしその後、むちゃくちゃな論法が同時に抱き合わせで出てきたんですよね。というのが、将来的には国民の皆様に負担をしていただくということなんですよ。いや、これをね、一つの小さな組織で例えると、えー、皆さんがお勤めになっている会社、 順調に給料払われてますよね。でもその会社は、やっぱりね、銀行から借り入れを起こして事業してるところがあるんですよ。で、その借り入れを返済するために、一旦払った給料を、お前ら払えよ。借金がうちの会社あるんだから。っていうふうに言ってるようなもんなんですよ。で、それに対して国民は、やべえやべえ、日本にいたら、この手にした給料、ただ働きってことになって回収されちゃうよ。 外国にこのお金持っていこう、みたいになっちゃうんですよね。え、そして最終的に、お金の余力のある人がそうやって海外に逃げてしまいますんで、返す余力のない人が国内に縛り付けられていて、しかも返す余力がないのに、その余力のない資金からぶんどられて、ひ上がってしまうというね。これが貧困国家、日本の作り方ということになります。まあ、岸田総理はね、まあ、国会でいろいろと言われてましたけども、 結局は、日本以外の国には大番振る舞い、そして自分はいい顔をすると。世界での有名人は岸田万歳になるわけなんですけども、国内においては非常にね、国民に対して厳しい施策、取り上げ政策、分取り政策、皆殺し政策、これを、まあ、断行するということなのかなと思いますね。怖いですね。あの、こういう言葉があります。バカな対象、敵より怖い。以上です。